オレグ・アレクサンドロビッチ・シャトフは、ロシアス・スベルドロフスク州、ニジニタギル出身のサッカー選手。ポジションは MF。1990年、スベルドロフスク州のニジニタギルにて生まれ7歳の頃に、サッカーを始める。グリゴリー・イバノフが社長を務めるフットサルクラブのビーズ、シーならに入団。2007年、ロシアファーストディビジョンの FC ウラルスベルドロフスクをブラストに移籍し、 二年目からレギュラーとして出場。2010年11月19日、地元メディアによる投票とファンによる投票で1位に選ばれ、チーム最優秀選手に選出された。FC ウラルではリーグ戦124試合に出場して16得点を挙げた。2012年2月4日、FC 安島8からへ4年契約で移籍した。2013年8月16日、 FC ゼニとサンクトペテルブルクへの移籍が決定した。2010年11月16日、U-21 フランス代表との親善試合で、U-21 ロシア代表デビューをした。2013年2月6日、アイスランド代表との親善試合で46分に、アレクサンドル・アニューコフとの交代で A 代表デビューを果たし、66分に A 代表初得点を記録した。 ありがとうございます。